荒野は、ウクライナの歴史的地名で、大和の草原地帯の西部である。荒野は、西にドニステル川の中華流、東にドン川、ドネツ川の中華流、北に、南ブーフ川の上流とキエフの南部、南に、黒海、アゾフ海と、クリミア半島を境界としている。現在のウクライナの中部、南部とロシアの西南部にあたる。荒野という地名は、15世紀末に、 資料で確認できる。この地域は、北方の農耕民族と南の遊牧民が交流、衝突する地域であったため、人口の少なく豊かな自然資源を有していた。荒野はリトアニア大公国と、ポーランド王国、モスクワ大公国、クリミア半国とオスマン帝国の国境地帯であったが、事実上では無所属の地であった。この地において、コサックが誕生し、 自治共同体を形成した。17世紀にアラノは、コサック国家、ロシア、ポーランドとイスラム勢力の間に分断されていたが、18世紀末に、完全に、ロシアの支配下に置かれた。以後、荒野という地名は使用しなくなった。ありがとうございます。